トンモンバト駅、またはタムロモンフ登駅は、香港軽鉄で最南端の終点駅である。駅番号は001、6つの系統が発着している。トンモンバト駅は、タムロモンバト付近、海水花園の地平部分にあり、バスターミナルも併設されている。トンモンバト駅には7つのホームがある。これは、軽鉄の駅としては最大である。 2番から6番ホームは乗車用としても使用され、7番ホームは610系統、615系統、615P 系統の降車用として使用される。614P 系統と 615P 系統は当駅で系統番号を変更する。614P 系統南行きは3番ホームに到着後 615P 系統に615 P 系統南行きは5番ホームに到着後 614P 系統として運行される。1番ホームは本来506系統のために用意されたが、坂月渡し時の立体交差の工事がされていないことと、車両の不足で506系統はバスによる運行とされたため、当ホームは予備となっている。乗客が駅構内を通行するときは、串型に分岐する軌道の上を歩くことになるため、 歩く方向によっては、後方から接近する電車に気づきにくいことがある。事故防止のため、電車に注意しながら駅構内を通行することが望ましい。軽鉄顧客窓口は海を揉む規模を入り口側に開設されている。交通機関一覧トンモンバ島駅軽鉄、開通記念プレート1988年9月18日の当駅開業時は、 タムロモンバトータン及びタムロモンバトーソータンの名称とされたが、急行鉄路と MTR の合併後、駅名称を統一するため、2010年6月13日にタムロモンバトータンだけを用いることとし、英文名称をツエムンフェリーピアストップに改めた。以降、MTR ではこの名称を使用している。ありがとうございます。